迫力のレース映像を全世界の MFG ファンへと走りを見せてくれるんでしょうか。英国からのチャレンジャー、こちら尾形、無線の感度はいいか。片桐かなた19歳、車なんだぞ。なんでそいつらより上にランクされるんだ。まもなく車の前荷重がきつくなるからブレーキバランスを変更しろ。第44位、オートリーを通過してコースはまもなく湖畔を、順位も一つ下げています。86号車モーリー相葉先輩、コースなら頭の中にムービーがあります。ゴールまで標高差864メートルを隕石のように落下。どうなってんだ。チェックポイントを通過でしょうか。底知れぬポテンシャルを秘めています。片桐かなた迷う死神。彼方にそれができているのはなぜだ。パイクスピークは一周40キロだぞ。そんなもの、やばい。頼むから無理しないでくれ、彼方。86号車のドローンから送られてくる映像には言葉を失います。私の貧困なボキャブラリーでは85位。こんなことがデスエリアを抜けた。